レッスン終わった後だから髪の毛がボッサボサだ。こんばんは。YSS ありがとうございます。あ、今日も疲れたな。今日はね、1時間しか寝てなくてね、めっちゃ眠い。高谷さんありがとうございます。 YSA さんもジュンさんもありがとうございます。ウレピア眠い。マスクかわいいでしょ。あ、そう、なんかね、覚えてマスクかわいいの。あとね、ツイッターで、あのね、柄がよく見えると思う。なんかね、ショールームだったらね、光の加減とかでね、あんまり見えづらいんだけど、あれです。インスタじゃなくて、ツイッターでさっきね、自撮りしてあげたので、見てください。レッスンの合間に自撮り、レッスンの合間っていうか、レッスン終わって、ちょっと暇だったので、レッスン上で写真を撮りました。そう。こんばんは。科学大佐さん、ありがとうございます。そう、可愛い柄だよね。なんかこれね、なんかね、マスク屋さんみたいな感じのところで、ママが買ってきてくれて、そう、柄付きでね、もう素材もめっちゃ分厚くてめっちゃいいマスクです。そう、疲れたん今日も。でも欲しいね。ね、どこで買ったんだ。でもあのママに、まあ、東京行く時に入って渡されたんですよ。渡されたんですけど、その時の袋はあのね、あれ鹿児島の山形屋ってあるかな、あの袋だったから、多分山形屋でそういうなんかフェアみたいな、マスクフェアみたいな最近あるから、それで買ったんじゃないかなと思いますね。可愛いよね。あんまり見ない柄で可愛いです。今日はレッスン終わりですね。そう、レッスン終わりました。そう、今日はなんかレッスンとかいろいろあったんですけど、まずね、昨日はね、9時とか8時ぐらいからあの覚えないといけないやつがあって、それとかをやってダンスを覚えて、でそれで、で眠いから思考回路が。科学大佐さん、桜ありがとうございます。桜みんなで食べた手のひらの花びら、春風に吹かれて
一枚キャッチして、桜みんなで食べた、手のひらの花びら、さよならつぶやいて、思い出と一緒に。そうで、明日は一日お休みだと思ったら違いました。あれ、今ね LINE が来てた。まあちょっとだから、まあ、準備とかしないといけない。そうだね、4月からだから、高2ですね。高2です。4月から高2です。そう、そうなんです。4月から高2、もう高2。いやでもね、レッスン期間の時はねこんな感じですよ。もうね全然、あの、ね、私がねすっごいねダンス覚えるのがさ、よっ、おい藤沢さん、びっくりした。はい、いやー大丈夫そう。大丈夫そう。殴り込みに来たよ。殴り込みに、マジ無理。ペアだったんで、ヤンキー役。ヤンキー弱そう、弱そう、メガネだから。弱そう、メガネ。メガネ一発でやられる。やられないよ。眠いですね、うん、足が痛すぎる、うん、みんな今日眠いっつってやられた。うわ、かわいい。うわ、うっ、あ、私あれやってみたいです。実はさ、あの、あれになりたいな。どれになりたいの？黒幕がいい。実はこんなに一発目でやられといて、実は最後に出てきて、私が全部仕組んだこと。やばいだろ。うざくない？え、真面目に出たら横結衣さんってことですか？うん、うん、横ちゃんの裏の裏の裏で、横ちゃん、横結衣さんを、あの、操ってた。そう、の操ってた人の、操ってた人の、操ってた人の。わ、ね、かりにくい。わけわからん。何時間の舞台だよ。流す、流そう。8時間あるよね。寝ちゃう、8時間終わったら。嘘、寝る。なんで朝の8時から公開されるの？誰も来ないですよ、朝の8時は。きついきつい。かわいい。何が？何が？どうしたどうした？え、ショールームしないんですか二人？うん、入ってからしようかな。触り心地めっちゃいい。わあ、めっちゃセクハラ。セクハラ。京香ちゃんの服がだし。セクハラ案件。わ、京香さん嫌がってますよ。メンバー特権はやっぱりセクハラできることだから。メンバー。うわ。どうぞ、今聞きました。やばいわ、問題発言。聞きました。拡散されちゃう、拡散。みんなも触りたければアイドルになりな。性別変えないと。そう、大丈夫大丈夫、可愛くない。あ、いっぱい来たよ。聞こえる。あ、増えた。なんか聞こえた、今聞こえたよ。めーって聞こえた。さん、帰り巻くのめっちゃ上手ですね。今巻いたんですか？今ショールームしてきます。わ、かわいい。しない？私帰ってからしようか。じゃん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 。あー、みさきっていうような。映った。違う違う、なんて言ったっけ、さっき。ミサチ、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 ミサピヨ、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 違うよ、30とか、うん、29とか。ああ、そこら辺か。あ、30、あ、30、あ、30とか。わ、みんな集合だ。絶対いるから。いるな。密です、密です。あ、密です、密です。やばい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 。密です、密です。密です、密です。やめないと。やめないなくなっちゃうの？密です。密です。はい。待って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 。空気です。やばいやばい。え、ちょっと、ちょっと。タブレット。はい。だじゃあみんな集まった。いいですね。なんか歌ってください。歌って、やだやだやだ、歌って歌って、テレレテ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 レ。はいはい、え、なんかやりましょうよ。カラオケいいんでしたっけ、使って。いいよ、アカペラならいいじゃん。アカペラはきつい。さあ皆さん、今日はここでカラオケの音流せばいいかな。あ、逆に、イエーイ。山田
今日から違う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 今日のレッスン着めっちゃ穴開いてた。いいね、穴っていうか決まる、ね、下ね丸丸丸丸のみんなって生誕祭で今日生誕祭映ってないくせに今日生誕祭です、よろしくお願いします。祝いたくないずですか本気で30歳今本気で29歳、30歳でやばいじゃん、来年30、あ来年30か、来年30やばごめんごめん、今年今年30今年30歳になりましてね、今年30今29だと、ね、そういうことか、今29だ、次30、なんかめっちゃあったかそうなんかさ、ゆきさん、ね、頑張っていきたいと思いますけども、ね、レッスン着の方が可愛かったどんなレッスン着の方が可愛かったのに寒いんだもん、それおかしい、私はどっちも可愛い、どっちも可愛い、でも髪巻きましたもんね、いい、ここ閉めて帰るからそれは病院のなんか入院しててご飯取りに来たでも可愛い、大丈夫、見えた、これ低身長にはきついですよね、私もさっきこう始まる前やってバーンと抜いちゃっていや、おかしい服ではない、なんか今日のメガネにはすごい陰気なんだけど、やばだって、違う出てんじゃん誰マジ、だからレッスン着の時はなんかめっちゃできる女感あったけど、今なんかガチで病院の病院食取りに来たもん、そういったら来てくれたのよ、ほんとちゃんもどうしよう、病院いる、いや京香さんは違う、いや病院京香さんパリコレ系、これ深夜のコンビニじゃん、これ深夜のコンビニ、見て見てラインパンツだから、やりラフィーパンツやばい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 、ここまでだから、ここまでだから、あギリギリやりだぐらい、やだやだ、逆にね一周回って大分のやりラフィー、やだやだやだ、いいじゃん、熟練して大分やりラフィーちょっとで踊ればいいじゃん、踊れば、ミドルネーム見て、いや山田やりラフィー教科です、いやだよ、いいめっちゃ覚えれるね、いやだよ、印象的、あの子やりラフィー教科じゃねえ、おかしい、はい大分のやりラフィー教科、それやりラフィー、やだやだ。JK とかに人気出るよね、うん、確かに、そんな前の子いるんだ、インスタグラムで、多分あのインスタのインスタの位置情報で、いや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 、いやだそんな主張するなよ、やばい、もう眠たい、眠いですよね、今日もめっちゃずっと眠かった、帰って寝よう、ね、キョカちゃん眠くなくなったの、ずっと眠くて目を覚めた、私レッスン中動画見てて寝ちゃいましたもん、今日レッスン中動画見てたの不良だけど、自主練中、あそう自主練、はい、でもあれ自主練なのかな、投資家でしょ、家ででしょ、うんの間の時、あその間、ね、あ寝てたね、見てたわ、うん、なんか無意識に、あ足元が、あそこで寝てた時、足元が可愛いって言おうと思ったら靴元って言っちゃった時、足元が可愛いってどういうこと、色がすごいねパステルで可愛い、うん、今違うけどピンクの忘れてきた、いつかも食べます、そう食べます、じゃあ私も出ます、バイ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 、ではまたすぐ会えますよね、今日何Q は来ない、あでも私も今日行けない説あります、撮ろうもうこっちめっちゃ無視しちゃってる、そう寝てないからテンションおかしい、それな、うんうん、待ってめっちゃヒートテック見て見て、いいおしゃれパリコレパリコレパリコレだから、寝てないからハイテンション、うん確かに、そうそう、シャン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 、ありがとうございます、バイ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 、キャー、私にバトンタッチ、じゃあそれでは頑張ります、バイバイ、気をつけてください、気をつけて帰ってね、キャリー
知ってる知らないでしょ、うん、知らないそれは、まあ、内緒メンバーの内緒とファあのみんな知ってるよ。え私の755見てたらみんな知ってるよ。なんだ知ってるのかいえどうしようキャリーのさ、うん、タイヤ外れてる。えでも3個だからでもどうだろう意外にいけなそう。タイヤ外れてるからあハルピオンだって思われてた。確かに絶対わかる。えハルピオンじゃねタイヤ外れてるキャリーって何。恥ずかしい最悪ですね、うん、キャリーのタイヤ外れるんですね逆に。でも行きとかじゃなくて確かにまだ帰りだから、うん、行きだったら最悪ですもんね。最悪だよでまた行って行くのもだるいしまた地元帰るときも東京で新しいキャリー買うわ。確かにそうだ確かに詰め替え破棄してもらうじゃあ頑張ってくださいね気をつけてください。お疲れ様でした。また帰っちゃったよみんな。みんな帰っちゃった。やばい眠い。やばいめっちゃ眠い。あらしの夜には嵐が去ったってあったから歌ってみた。やばいめっちゃ眠い。なんか眠いけどさ今から帰らないといけないでしょってなったらちょっと無理。科学大佐さんありがとうございます。まさとしさんもありがとうございます。ゆきたんさんもありがとうございます。やばめっちゃ目痛い。痛いじゃないや嵐の後の静けど本当にでも面白かった。ちーここでは寝ないよ。ここで寝たらやばいでしょ元気だなあっちでもまたみんなしゃべってるっていうかなんか「やばい今日は寝よう」なんかね昨日は夜から練習してでそれでですね4時5時9時とか8時過ぎから朝の5時まで練習してで5時から6時半ぐらいまで1時間半ぐらい寝てでまた仮眠してでちょっと立ち位置とかまた見てで1回ちょっと通してやってみてでお風呂に入って朝ごはん食べて今日はレッスンに挑んできました。そりゃ眠いよねだって睡眠時間1時間半もないくらいだもん。でもねなんか眠いって感じじゃなくてなんか自然にね寝れたの。なんか振り動画見ながらこう自然に寝れてで自然にアラームが自然にアラームが鳴るっていうのはおかしいね。アラームが鳴ってあやばいと思って多分追われてるからね起きちゃうんだよね。で起きてそう確認して朝ごはん買いに行ってお風呂入って朝ごはん食べて髪の毛とかしてって感じで来ましたね。そうレイちゃんお昼弁当何食べた。ね牛カルビ丼だったかな。カルビ丼だったかな。カルビ弁当みたいなやつ食べました。吉平さんタコさんありがとうございます。タコそうでも今日は 寝れそうだよ。今日は寝る早く寝る。めっちゃ目がまぶたが重い。ご飯買う時のこだわりはある。うーんその時に食べたいものを買うようにしてますその時に食べたいなと思ったのを買ってあとはね、うん、食べたいという時に食べたいっていうものを買ってかなとかなんかやっぱり移動とかが多くてパクってレッスンの合間とかに
食べれるおにぎりとか、とか一口なんとかとか、とかチョコで一口チョコとかねっていうのはレッスンとかだったら持って行って忙しい時とかパクって食べますね。そう、でも普通に何もない、普通のスケジュールが何もない日とかは普通に食べに行ったりしますね。そう、そう、つまめるものプラス腹持ちがいいもの、まあ水は飲んでるからね、レッスン中は。まあでも、一人で外食できる？うん、全然できます。一人で外食、逆に一人の方が気楽ですよね。でもお話ししたいなっていう時とかはメンバーさんを誘ったりだとか、誘ってもらって一緒に行ったりとか、レッスンが終わるタイミングが一緒とかだったら一緒に食べに行って帰ってとかしますね。確かに栄養バランスとかは難しいかもしれない。店によるけど、ファミレスも一人で行ける？うん、ファミレスも行けるかな。逆にファミレスとかの方が行きやすいかもしれない。そういうちょっとあの値段が安めのところとかは行きやすい、一人で。でもとんかつ屋さんとかも一人で行ったことあるし、うどん屋さんとかも一人で行ったことある、ラーメン屋さんも一人で行ったことある、牛丼屋さんとかも行ったことあるでしょ、ドン系も行ったことあるでしょ。結構一人で行ったことあるの多いかな。うん、愛理ちゃんと今でも連絡、うん、ちょうどね今日撮ってます、今日撮りました。でほぼ毎日撮ってるかな。吉平さんありがとうございます。なんかほぼ毎日っていうか、おはようからお休みとかまでじゃなくて、やっぱりさレッスンとかあったりさとか、まあいろいろさ、早く寝たりする日とかもあれば遅く寝たりする日とかもあるから、返すのが次の日とかになっちゃう時もあるから、それでこうね続いてったりしてる。でもほぼ毎日連絡とか、ほぼ LINE 毎日してます。あー、ましろちゃん元気かな、全然最近連絡取ってない。 LINE してみようかな。なんかね、 していいのかなと思っててね、受験とかね大変そうだから。愛理ちゃん元気ですよ、めっちゃ会う約束しました。会う約束っていうかね、卒業公演終わった後会ったかな、あったよかな、卒業公演終わった後あったかな、あったかな、どうだろう、あったかもしれない。そう、会う約束、会う約束しました。ほいほいさんありがとうございます。あ、今ショールームしてるんだ。やばい、無理だね、終わろうかな、帰って寝よ。帰って寝ます。夜ご飯どうしようかな。なんかさっきパンをね買った食べたんですよ、買ったっていうか朝買ってたパンを食べて、朝ごはんにしようと思ってたパンをさっき食べて、だからね言ってお腹空いてないんだよね。まあ夜になったら多分また夜になったらまた
お腹すくと思うので、その時に考えよ。ジュンさんありがとうございます。明日の朝は、明日はね、昼まで寝たい。じゃあそれではランキング見たいと思います。なんか今日テンション低かったね、ごめんね。100位はもやっとさん、もやっとさんありがとうございます。88位は3939393ありがとうございます。48位はキッチンさんありがとうございます。あ、48位キッチンさんありがとうございます。47位ともきだよんさんありがとうございます。13位じゅんさんありがとうございます。12位ハウワと台湾さんありがとうございます。11位きよしさんありがとうございます。10位おいどんさんありがとうございます。9位たんにさんありがとうございます。8位ライムさんありがとうございます。7位ベベモンさんありがとうございます。6位 KKEB さんありがとうございます。5位トッポギさんありがとうございます。4位セッキーさんありがとうございます。3位ヨシヒラさんありがとうございます。2位ホウホウさんありがとうございます。1位は科学大佐さんです。ありがとうございます。科学大佐さんありがとうございました。じゃあね、それでは今からもうゆっくり歩こう、ゆっくり歩こう。もじゃあね、それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。私は急いで帰って寝たいと思いますじゃあそれでは皆さんありがとうございました。バイバイ。ありがとうね、みんな。ありがとさん。あ、インスタ投稿したので、ぜひ皆さんいいねお願いします。と、ツイッターも更新しました。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。